イオンモール大阪ドームシティに来ています。今年もアメリカ発祥の大規模セールブラックフライデーが一足早く始まりました。今月24日の金曜日から本番を迎えるブラックフライデー、フライングスタートしているお店もあるんです。イオンではソーセージ、ハム、焼き豚など6点入って1080円、高級チョコレートゴディバの詰め合わせも2160円です。さらにちょっとこれ見てください、本マグロなんですけど通常の値段より5割近く安くなってるんですよ。私アルバイトでマグロの解体ショーしてたんですけど、これは結構採算度外視ですね。食べ物だけではありません。こちらのウォッシャブルダウンは1800円引きの4400円です。イオンでは去年の 1.4 倍となるおよそ1960品目を揃えているといいます。でもただ安いものを揃えているわけではないんです。今年ならではの消費トレンドがあるようで、今回のブラックフライデーのテーマはメリハリ消費です。こだわり、憧れ、それと、コスパという2つのテーマで商品をご用意しております。物価高により食材や日用品などには極力支出を抑えたい一方で、自分へのご褒美には支出を惜しまないメリハリ消費が増えているといいます。こうした傾向を捉え、店内には洗える羽毛掛け布団や総革張りの高級感あるソファーも販売されています。子供が食べるじゃないですか、ハムとかって。で、計算したらめちゃくちゃお得やったんで、1000円ぐらいだったんで。どうですか、このブラックフライデーキャンペーンに関しては。はい、バンバンやってほしいです。はい、みんな値上がりしてるんで、少しでも安くなればもうこっちの方は、はい、バンバン大です。ブラックフライデーは他のお店でも。今年8月にオープンしたばかりのコストコ門間倉庫店では、こちらのスタイリッシュな空気清浄機なんですけれども、値段ご覧ください、8000円引きの4万円です。かなり値引き額が大きいですね。家電製品を中心に大幅値引き。ワイヤレスイヤホンのセットは4000円引きの9980円、電動歯ブラシも2800円引きの13000円と、普段は手が出ない商品にも思わず手が伸びそうです。一方、こちらのベビー用品店では、赤ちゃんとバイヤーの赤く燃える気持ちをかけてブラックフライデーならぬレッドフライデーを開催。子供が乗って遊べる人気のおもちゃが1000円引きの6600円、家計にも嬉しい2090円の紙おむつや、これからの季節にぴったりボア素材の子供服が1408円、セール用に特別に仕入れた商品など今月22日まで週替わりで販売しているということです。もう通常より発注も3倍ほどちょっと多くして、品揃えもしております。やっぱりブラックフライデーが始まると同時にもうクリスマスも近いということにもなりますので、やはり皆さん気合い入れて、もうすごく力入れておりますね。すごい安いから 朝一で買いに来ました。本当ですか、もうすごい量買ってありますね。いや、ちょっと孫、この子ともう一人東京に孫がいてお正月に帰ってくるんで、これちょうどいろんなメーカーのおむつとかミルクがあったんで、このメーカーだけ安いとかはたまにやってるんですけど、全部のメーカーが安くなってたからちょうどいいなと思って見てました。少しずつ浸透してきたブラックフライデー、お値打ち商品に出会えるかもしれません。